ピヨキンです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオはドアに入ったらゴール、さあどうぞっていうコースなんですけど、このコース題名の通りですね、ドアに入ればいいだけなんですけど、まだ2人しかクリアしてないんですよね。そして大砲の中にはリンクがあるよって説明文に書いてます。ニャオさんが作られたコースですね。じゃあ私ニャオキングになるよ。にゃんにゃん気持ち悪いあら、ここブロックっていうかなんかあるね、なんかあってね、ドアに入れないんだよね。一旦このボム片を叩いてみましょう。そしたらどうなる？いや意味わかんねえ。あ、わかった。ここでリンクを手に入れてさ、こういう風にブロックが隠されてるから、そのブロックを壊していく。うわ、違うの？どういうことだろうね。それじゃあこのキラーに押しつぶされてみようか。うわ、やっぱダメだよね。わかった。これさ、リフトに大砲を乗せればいいだけじゃないの。そして大砲をここら辺まで運ぶ、そういう感じでしょ。ちょっと行ってみよっかどうやってやんのじゃうわ、わかんないね。どうしよう。あ、なんかここにマリオが来るとリフトが移動しないんだよね。この状態で大砲が移動する。うわ、移動しないか。うわ、どういうこと。この状態で爆弾かな。ここに爆弾を仕掛けてみよう。うわ、なんもないないよね。じゃあこのリフト乗って太陽左にうわ、これなんで。うわ、どうしよう。あ、今さ思ったんだけど、ここにねマリオがさ当たるじゃん。そしたらカチャって音がするんだよね。多分バーがあるんだろうね。っていうことは上の大砲意味ないね。リンクを出してきたところで何の意味もないもんね。うわ、どうしよう。わかんねえぞこれは。でもなんか意味があって上の大砲を設置してると思うんだよな。どういうことだろう。あ、見てなんか知んないけど、なんか知んないけど行けました。これでゴール、やったリフトに乗ってね、右を進化してたらね、なんか偶然行けたんですけど、なんで入れるようになったんだろうね。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、ザ・リトルトロールズ・イン・ライフ、生活の中に少しのトロールそんな感じでしょ。今回の訳し方はそんな感じでしょ。アンドレアス K さんね、アンドレスだね。じゃあここ右、やったー、避けたこれ避けるしかないよ、避けるしか、無理じゃんかこんなの。ちょっと待ってね、なんかない、なんかこれ速攻難しいぞここ。あ、わかったよ、ドッスンを左上のこの小さな隙間で避ける、こういう感じでしょ。これは難しいよ。オッケー、クリアできました。ここはキノコを取るべきだと思います。さあ行きましょう本当取れましたうわ、大丈夫大丈夫、ナイスキノコ。え、待って、何で連れて行かれてんの。なるほど、ドッスンにブラックパックが生えてんのね。キノコを取るところまで合ってると思うんだよね。キノコを取るところまで合ってて、こっから一旦さ、ここで待っておく感じでしょ。オフが変わる、てれってて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 。じゃあ一旦ドッスンを振らせておいて、ここでジャンプして、あ、いや、ここで待っておけばいいのか。そんで上に行く感じだね。で、キノコ取ってるから、うわあ、ちょっと早く早くあの魚、この上なんかあるのかな。なんもない感じだね。じゃあ一旦リフトに乗ります。なんで線の通り言ってくれよ。そんじゃここはリフトを乗ってすぐ右にジャンプ、こういう感じ。オッケー、やった。これさ、少しのさトロール生活って書いてたじゃん、短いんじゃないかな。じゃあここはブラパーが出てくると思うんですぐ右。わかってる何もないのか、左に落ちてくるパターンだね。じゃあこのまま渡っていくよ。上に行こっか、なんか怪しい。ここ抜けた。いや大丈夫、キラーを右に、いや踏んで、こういう風に行けばいいはず。オッケーで、ここで P を踏むでしょ、で下に落ちる。いやー待って、ナイスナイス、反射神経すぎ。これ右側正解みたいな感じ。うわ、やっぱり、うわ、今当たった方が良かったな、逆にドッスンにね。ここは
こっちが正解なんじゃないんですか。ここで大押しでパンを叩いてブラパンを倒してすぐ右に行く。え、マジで合ってんじゃないのこっち。はなー。それじゃあここはドッスンを避けたら中間ポイントが取れる、そういう感じでしょ。ここでジャンプ、これでこの大砲がねやられるからね、絶対に中間ポイントが取れると思う。やったー。上気になんない。でもさっきの上がめちゃくちゃ気になるんだよね。何だったんだろう。オンオフをもう一回変えておけばいけたみたいな感じかな。じゃあここはうわー、ナイス避け。大丈夫大丈夫大丈夫。危なかったね、やられるとこだったね。ちょっと待ってね、この花が落ち着いていきます。でここは右上叩いてみようか。こっち、え、なんかめっちゃ太鼓の音みたいなのが鳴らされてるんだけど、こっちしか行けないからこのドア入ります。それじゃあこの上ドアに入った瞬間にね、右に行ってドッスンを避けます。そしてここはなんかスピランっぽいで、ね、走っていこっか。スピランと信じて。でもどっかでどうせ騙すんでしょ。どこで騙すの、何。それじゃあ3つ目だったっけ、3つ目のリフト割れるからね、気をつけよう。1、2、3、ここでジャンプ、うまい。ここ魚っぽくない、違うの。そういう問題じゃね、早く行けってか。じゃあここはこの下に降りた瞬間こっち、ここで合ってる。あぶねー、なに、行き過ぎた。それじゃあここ行き過ぎんようにしよう。どの辺、真ん中らへん、この辺、この辺で大丈夫でしょ。いやー、あぶねー。大丈夫、行きながらえた、行きながらえたで合ってんのかな。このドッスンは大丈夫だね。くっそ。今の引っかかり方は悔しい。それじゃあここモグラが出てくるでしょ、あのモグラに気をつけよう。振ってきて、まだ左、よし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 。でこのドッスンは左で来ないと思うんで右に追っておく、大丈夫、一緒やし。左行ってジャンプしてよければいいっていう感じかな、こういう感じ。オッケーで左に、ね、それじゃあここは一旦左で避けてこのまま右にダッシュしていく、で入る、これで合ってるね。うわ、いや大丈夫、大丈夫、しないでいい、大丈夫だったね。ここ下行ったら何があるんだろう、びっくりした、今猫パンチか。じゃあこのまま右に行っていい感じでしょ。オッケー、扉入ってすぐは大体何もしない方がいい。そしてここ絶対ブラッパが出てくると思うんで何もしないで行った方がいいと思います。キノコは取っておこう。オッケーでジャンプ、よしよしよし。左下のハテナブロック絶対ブラパだよね。これは右に行って中間ポイント取らせてくれる感じですか。やったー。第2の中間ポイントゲットで、今噛みそうになったんでもう喋るのやめたんですけど、じゃあここは右、うわ左上かな、危な。じゃあここは一旦オン振ってるね。そしてカロンを出させない、で右にジャンプ、こっちで合ってるっぽいね。左上もめっちゃ気になるんだけど、あら、なんか似たような感じだね。うわそれじゃあこのドア入ったつららがあったよね、これ何、ブラパか、あ、わかった、つららに先にさ、あのハテナブロックを叩かれたらブラパが下に出てきて詰むって感じだね。ここはなんだ、大丈夫、ここは、いや、なんもないね。これ下怪しくない、どっち、下行ってみるね、下が正解でしょ。いや絶対違う、上も持っていい。危ねえ。なんでそっちも違うの。ねえこれ下が合ってんの、ヒントかなんかくれよ。つららの上に行く感じかな、ちょっとそれで行ってみよっか。このつららに先にブラパを出させておくじゃん、そして上に行く、あ、やっぱそういう感じだったんだね、こう、オッケー。スネークブロック乗っていいのかな、乗っていいんでしょうか、乗るしかないで乗ります。どこに行く、スネークブロックついていくよ、すでについていくよ、どこ行ってんの。いや大丈夫、こういう感じでしょ、ちょっと待って、ちょっと待って。それじゃあこれはスネークブロックが大砲を移動させて
面に乗っていく、こういう感じでいいんじゃないの。これさ、左下からジャンプで渡れないのかな、あの坂のところからここまで。さっき行けたかもしんないね。ここはチェックポイント1に戻されるって書いてるね。どうしよう、右に行こっか。左下あれ罠だよ、こっち、こっちが正解。あれ、これゴールのあれじゃないので、これもう罠に引っかかった感じですか。ゴールどっかないから、隠されてない。うわ無理くせ。じゃあ左にジャンプして、うわこれ絶対チェックポイント戻されるやつでしょきっと。ほらやっぱり、じゃあさっきのドアを信じればよかったのか。さあ戻ってきました、このドアに入ろう、こっちしかない、頼む。いや絶対隠しブロックあるよ、絶対あるよ。ここ普通にゴールさせてくんないんでしょ、魚かなんだ。やったゴールできてる上行ったら何だったんだろうね。いや優しいね最後ここ。優しいってなんだ、優しいって優しくねえよトロールは。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。